ずいぶんと変わっちまったが、帰ってきたんだな、カムロ町に。変わってるか。そうか。とにもかくにも事務所に顔出さねえと。あ、荒川組の？え、でも荒川組ってもう近江連合の。あ、でもそうか。春日はまだ信じてないのか。いや、待てよ、春日。事務所の前にさ、あの、牛丼屋の店員に挨拶行かないと。あの人まだあそこ勤めてるかな。18年経ってるけど。エリアマネージャーとかになってるかな、それ。あ、ちょっと待って。コンビニ行こうぜ、カスが。コンビニって一番時代の変化感じられるんだな。カスカスカスがカスカスが。こんにちは。あ、見て、カスが。ドーナツ。これなかっただろ、18年前。コンビニでドーナツ売ってなかっただろ。いや、まあでもこのドーナツもね、1年ぐらいで実際なくなったけどな。これ何だったんだろうな、コンビニドーナツって。あ、でもコンビニでコーヒー売るようになったのとかびっくりするんじゃない？あ、おでんとかね。いや、まあおでんあったのかな、18年前。わかんねえな。おでんはありそうだな。あ、でもこれ、惣菜の充実っぷりとかやばくね。あ、すいません。あ、ね、こういう、なんか。あ、見て！春日、化粧品。化粧品も売っちゃってるから、見て。これ、コンビニコスメっつってさ、プチプラっつってさ、なんか今、結構大人気なわけよ、春日。な？変わっただろ？いや、18年前化粧品とか売ってなかったよね、コンビニに。いや、すごくない？カスが。今、コンビニで手に入らないものの方が少ないからね。いや、それは言い過ぎかもしんないけど。でも、それぐらいの勢いよ、マジで。公共料金の支払いとかもさ、できるの知らないんだろ。ATM がある。え、これって使えんの？え、カスが。え、預金とかあんの？お前。引き出す。0円じゃねえか。なんで口座は持ってんだよ。いや、預金なんて0円にする方が難しくね、逆に。1円単位で使い切ってんだよ。よし、牛丼屋行こう。時代の変化を感じたところでね、春日が。ただいまー。春日が帰ってきたよ。あれ？あれ、この人。いや、違うか。いや、違うよな。いや、違うわ。違う人だった。いや、そうだよなー。いや、18年経って未だに店員で働いてる方が切ねえよなー。全然出世してねえじゃんってなるなー。なんか食ってくか？出所最初の飯じゃないこれ。いや、てか金がねえ、マジで。2600円。いや、ちょっと待って、春日。ごめん、牛丼はいけないわ。味噌汁だけ頼むか。70円の。悲しい。いただきます。ああ、こんな、あ、こんなカットインが入るんだ。出所して最初の飯が70円の味噌汁って。ありがとうございました。いや、だって金ねえんだもん、春日、マジで。2600円って、お前、牛丼頼むのにもなんか思い切りがいるわ。あの人店長になってたりしない？奥の店とか。お、椅子壊してる、春日。そして誰も気にしてないっす、それを。なんなんだ、相変わらずだな、この街は。はあ、そっか。まあ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 、いないことは分かってたけどね、なんとなく。18年も同じ店で働いてることの方が稀だよな。よし。じゃあどうしよう。事務所行ってみるか、荒川組の。こっちじゃなかった？このゲーセンの向こうだったな。あ、待って待って待って。おい！あるで、八神探偵事務所。あ、すっげえ。ターボーの事務所ある。いや、あのね、ジャッジアイズのね、主人公の事務所なんですよ、ここ。うわ、すっげえ。これ、入れ、ないかー。ないよなー。ないのねー。いや、でもすげえ。同じ街で暮らしてるんだなー、相変わらず。あ、こういうのいいね、なんかね。こういうの嬉しいな、普通に。やってくれんの。で、ここが荒川組の事務所。近いな、ターボーンとこの事務所と。あ、テナント募集してる。まあ、さすがにここにはもう入ってないよな。だって近江の、ここだよな。近江の大幹部だろ。でも18年前ここだったな、確かに。ちょっと、あんた何してんの。清掃員のおじさん来た。おっちゃん、ここに入ってた事務所はどうした。知ってるか、おっちゃん。事務所、ここ前はガールズバーだったよ。あ、そうなんだ、ガールズバー。じゃあその前だよ、事務所入ってたの。こんな色気のないドアでガールズバー。中古パソコン屋だったね。中古パソコン屋。その前はメイド喫茶で、
その前はめちゃめちゃ入れ替わってんじゃん。てかおっさんもよく覚えてるな。フィリピンパブだったかな。フィリピン、こんなとこで。だからドアに色気がね。ここは組の事務所だったろ。18年前、覚えてるか。組の事務所、シンプルに言えばヤクザの事務所だ。ここに入ってたはずなんだ。いや、このおっちゃん18年前からいるのか。荒川組って看板がここにあっただろ。うん、そんな昔のことは分からんけど。あ、やっぱ分かんないんだ。あの荒川組って昔はこんなチンケなところに入ってたのかい。あの荒川組。おお、荒川組を知ってんのか。やっぱ有名なんだ。そりゃカムロ町で知らないもんはいないだろう。でかい組だし、何かと有名だからね。だよな、登場会を裏切って近江連合にってなったら。そんなにでかくて有名なのか。ちょ、春日。今その荒川組はどこにあるんだ。探してんだ。マジで信じてないんだな、おっさんの話を。さあどこだろうな。免許センターのおっさんの話。でも今時ヤクザ屋さんも看板ドーンってつけて商売できない時代だし。ああね、防体法がね。赤くらい有名ならなおさらだろうから。ああ、そっか、わかった、ありがとうよ。てか未だにカムロ町に事務所があんのかな。ねえ、新しい事務所の場所はタバコ屋のばあさんに聞くよ。あ、情報屋のばあさんなら絶対知ってるからよ。いや、そうかい。いや、ちょっと待って、まだ生きてるかあの人。普通に寿命が心配なんだけど俺。ちょ、春日18年経ってるって自覚ある？さっきの掃除のおっさんの話じゃ荒川組も随分でかくなって有名になってるみてえだな。ますます会うのが楽しみになるな。でも問題は引っ越し先だ。いや、春日。いや、もう全然、その、免許センターのおっさんの話信じてないじゃん。結局あのおっさんの名前知らねえわ。名前知らないまま別れちゃって。じゃあとりあえずタバコ屋行くか。近くだったよな。さすがにもう、すっごいおばあちゃんだろ、まだやってた。ほらね、違う人だ。あれ、ばあさんは？いや、まだやってた、すごいわ。ああ、前の店長のことかい？あの人はとっくに田舎に帰ったよ。田舎に帰った？今頃は老人ホームでのんびりしてんじゃないの。ああ、そっか。まあ、そういう年齢だよな。荒川組の事務所って今。ちょ、その人にも聞くのかよ。悪いね、お客さんだ。お客さん来た。荒川組の場所だけ。迷惑だ、お客さん来てると。おっちゃん、おいつものくれや。近江連合。はいよ。じゃあ500円。500円。あ、値上がりしたよ。つけとけ。態度悪い。しばらく見ねえうちに行儀の悪い連中が増えたもんだ。まったく情けねえ。ちょ、絶対喧嘩するじゃんこれ。なんやと。龍が如くでこういうくだり、鬼のように見たわ。誰からそんな教育受けたんだ。分からせてやるか。いいか、組員が登場会のバッジつけて街歩くとけ。おう、近江連合。あ、近江連合、やっぱりな。あれ、どこのもんや。こいつ近江連合だったか。荒川組のもんだ。分からせパーンチ。よし、やっつけたぜ。現金100円。大の大人倒して100円しかもらえねえのかよ。荒川のおやさんが近江に寝返って登場会ぶっ潰したってのはマジなのか、答えろ。おお、それな、確かに。せせ、こいつに聞いた方が確実だ。兄貴。兄貴。おお、走ってきた仲間か。登場会の残党や、行かない。すごい遠くから走ってきたの。またんかいこれ。おお、そこは逃げるのか。春日、いや、お前3対1でも結構なんとかしてきたじゃねえか今まで。はあ、てかマジで近江連合に乗っ取られてるんだな、カムロ町。めっちゃ堂々と歩いてるじゃん、近江連合。どこ行きよった。他の組にも連絡せ、絶対にカムロ町から逃がすな。あ、こいつらも荒川組か。え、じゃあマジで近江連合の荒川組がカムロ町支配してるんだ。あ、そりゃ有名だよな、カムロ町で荒川組。危なかったぜ。ん、あ、チャンピオン街だ。あれあれあれ、道を、道夫だっけ、スナック道夫あるんじゃない。チャンピオン街か、懐かしいな。やっとスナック道夫は、え、あ、道夫ママ、え、もしかしてあんた一出会った。あー、年を取っている。どちら様でしたっけ。失礼なこと言うな。スナックやってた道夫。ちょ、その格好何、道夫ママ。清掃員、掃除のおばちゃんになったのもしかして。おお、ようやく知ってる人間に会えた。いや、てか、この髪型でよく気づかれたな、カスが。いや、来ないで。え、なんで、なんで突然、豹変した。
イチ、あなたタバコ臭いわ。は？タバコ？え、吸ってたっけ？え、あ、さっきタバコ屋にいたから。あ、それで？てかママだってタバコ吸ってただろ。あ、そうなの。何言ってるの、酒もタバコもとっくの昔にやめたわよ。あ、そうなんだ。アル中だったママが酒をやめた。確かに、大晦日に飲んでたママが。あんたが懲役に行ってすぐの頃かしら、私お酒のせいで大病を患ったの。死ぬか酒を断つかってところまで行っちゃってね。へえ。それで私思い切って酒もタバコもやめたのよ。あ、それは偉いな。よく頑張ったな。ねえ。そうね。今じゃ健康第一よ。へえ。酒、タバコ、食品添加物一切お断り。体に取り入れるのは健康にいいものだけ。今こだわってるのは水よ。知ってる？体の 70% は水でできてる。ちょっとなんかおかしな方向行ってない？ママちゃんと質のいい水を摂取しないと。ママあのよ、いやママなんか極端な方向行ってないか？それ水のことよりもカムロ町のこと教えてくれないか。あ、そうだな。俺がいない間に登場会荒川のやつさんに何が起きたんだ。ママなら知ってるかもしれないな、うん、そういう話は全然わからないわ。あ、知らないんだ。ママの店には登場会の人間も来てたじゃねえか。あ、へえ。スナックは健康カフェにリニューアルしたの。健康カフェ。酒もタバコも禁止したらその手のお客さん一切来なくなってね。ヤクザの事情なんて全然知らないし、健康を顧みない人間に興味ない。ちょ、マママジで変わったな18年で。でもどうしても知りたいことがあるなら牛尾あたりに聞いてみたら。牛尾？牛尾って誰？あんたの中学の時の先輩。あ、あの人？ AV の。ああ、あの裏ビデオのパイセン。あの人まだいるんだ、カムロ町に。彼今実話雑誌の記者やってるらしいの。雑誌の記者？ヤクザの記事を担当しているらしいけど。あ、それなら知ってそうだな。確かに登場会の事情を。そいつは願ったりかなったりだ。まあどこまで優秀な記者かは怪しいもんだけどね。へえ。あのパイセンが関わってくるとはな。児童公園か、早速行ってみるよ。ありがとうママ。用事が済んだら私のカフェに顔出しなさい。神々の水っていうすごい水があるの。どんな病気でも治っちゃう水よ。ちょ、ママお友達も誘っていらっしゃい。絶対に損はさせないから。お友達いないからか。まあ都合が合えば行くよ。やばすな。水が気に入ったら家庭用に安く譲ることもできるわよ。ちょ、商売の話になってんの。実はお友達紹介システムっていうのがあって、友達として登録。いやもう完全にマルチ商法じゃないか。じゃあまたな。待って、ちょ、ママ酒タバコやめられたと思ったら今度は変なもんにハマってんな。なんか悲しいな。道をママ随分変わっちまったな。なあ、なんか昔仲良かった人が久しぶりに会ってああいうのにハマってるとちょっと悲しいよな。さて、パイセンがよくいるっていう児童公園に向かおう。おお。いや、てかパイセンマジであの時だけのキャラじゃなかったんだな。ちゃんとストーリーに関わってくるんだ。え、てか健康カフェになってんの？はあ、なんか変わってる。わ、ちょ、マジで健康カフェになってる。オーガニックカフェ道よ。え、すげえ。いや、てかこんなこんな飲み屋街の隅っこのカフェなんて誰も来ないだろ。ママ立地考えろよ。一番健康と程遠い人間が集まるところだろ。ひどいな。お、こう思った。コンコンコーン。ハウスとんがりコーン。5年ぐらい食ってない。強くなった気がするぜ。カリスマの説得を習得した。なんか覚えた。カリスマの説得って何？てめえの杖忘れんからな。捨て台詞、テンプレのような捨て台詞を吐かれた。取材もいいけど無茶はよくねえよ、パイセン。パイセン、そのカメラまだローンが残ってる。ちょ、なんかカメラ構えてるけど。近江連合と登場会残党の捨て頃現場撮ってる。いいぞいいぞ、この写真は高く売れるぜ。サンキュー一番。そのポーズなんだよ。おい待てよ。じゃ、どこ行くんだよ。相変わらずダメ人間だな、パイセン。おお、え、なんかぶつかったけど。あ、カメラ壊れた。なんだこの化け物。え、カムロ、なんかカムロって書いてある頭に。てめえなんてことしてくれるんだから。いや、何これ。よせよ、悪いのはパイセンだって。いや、こいつもだいぶ突然出てきたけど。ほら、さっさと行け。カスが、こいつに何も突っ込まないのか。
え、なんなんこの生き物。次に会ったらただじゃ済まねえからな。いや、ただじゃ済まねえって。さっきまで脅されてた人間だと思えねえな。中の人をボコボコにするってことある。覚えてろよ、カムロップ。カムロップ。カムロップ、そんな名前なんだ。カムロ長のイメージアップっつって2年前に出てきたゆるキャラだ。ゆるキャラ。ゆるキャラ、なんだそれ。全然愛されてねえじゃん、住民に。無所帰りで話すとラチが開かねえ。ゆるキャラ知らんか、カスは。そうか。で、俺に用事ってなんだ。ああ、それね、本題。なあ、パイセン、荒川組に、いや、荒川のおやつさんに何があったんだ。それな、教えてくれよ、パイセン。そういや、お前、荒川んとこの若衆だったな。ちょ、壊れたカメラそのままでいい。実は雑誌の記者なら知ってんだろ。うん、詳しそう。おやつさんは大海に寝返るような人じゃなかったはずだ。そうだな、なんか事情があったとしか思えんの。パイセン、荒川がなんで変わっちまったか、か。おう、知ってんのか本当に。それぐらい知ってるさ。あ、知ってるんだ。伊達に記者で飯を食ってるわけじゃねえ。え、すげえ、教えてよ。教えてくれよ。パイセン、その寄りかかり方腹立つ。お前が無所に入ったのって何年前だ。18年前だ。うん。ってことはその頃荒川の息子がいただろ。あ、若いたよ。若のことだろ。俺はお付きやらせてもらってた。うん。俺は詳しくは知らねえがよ、あいつ難病だったんだってな。そうだな。ああ、でも今どうしてんだろう。若い、今何してんの。死んじまったよ。えっ、いた、どうして。マジで。お前が無所に入って3年くらい経った頃かな。若、病気が悪化して打つ手がなくなったらしい。荒川はその子を可愛がってたんだろ。いや、可愛がってたってもんじゃないだろう。可愛がってたなんてもんじゃねえ。だよな。おやさんは若のためだったら何だって。生きがいだったぞ。荒川が変わっちまった原因はそれだろう。我が子に先立たれるほど辛いもんはねえからな。若が亡くなって変わったおやさん。それは辛かったなんてもんじゃねえだろうけど。いや、でも3年前にさ。でもだからって登場会を裏切るなんて。3年前に手紙くれた時は普通じゃなかった、おやっさん。文面的に。あのな、一番変わってなさそうだったけど。お前には分かんねえかもしれねえが、子供の存在ってのは親にとって全てだ、生きがいなんだ。いや、まあそりゃそうだろうけどさ。でもそれを失ったからといっても生きていかなきゃなんねえ。それが人生ってもんだろ。パイセン、急にいいこと言うじゃん。生きがいを失ったらまた新しい生きがいを見つけなきゃ生きていけねえ。生きがい。その新しい生きがいが、じゃあおやっさんは。荒川は極道だ。それも生粋のな。やつが選んだ新しい生きがいはなりふり構わず修羅の道を突き進むことだったんじゃねえのか。いやでもそれは、そんな。それでもパイセンの憶測だろう。ところでお前、さっきのチンピラが言ってたけど、オウミの連中と一悶着起こしたのか。まあ普通に喧嘩しちゃったから、はあ、あ、カメラ拾うんですね。じゃあもうカムロ町をうろつくのはやめとけ。もう狙われてるもんな、カスが。それともまだ何か用でもあんのか。どこか行く気か。行く場所。え、カムロ町にお前の居場所なんてねえんだぞ。免許センターのおっさん。ここ行きゃいいんだ俺。春日が行く場所がね。え、いや、知らねえけど。じゃあ、矢上探偵事務所はターボー結構、とにかく、親身乗ってくれると思うよ。お前はもう、近江の連中に目つけられてるんだ。すぐ町を出ろ。家とか戻ったりすんなよ。家？あ、家？桃源郷？お前が生まれた家だよ。ソープの。え、これ、パイセンなりのヒントを出してくれてる、もしかして。あ、桃源郷行くのか？まさか桃源郷に行くのか。いやでもこの頃って桃源郷ってさ、やめとけって。え、ぶっ壊れてなかったっけ。お前下手したら殺されるぞ。殺される。殺す。あ、大見連合にいっそ殺してくれ。ちょ、春日。あー、やっと現実を突きつけられたって感じなのかな、春日。いや、てか輪っか、マジで若マジで亡くなったの。いや、すげえ。なんかさ、若はさ、まだ更生というかさ、
すごいいい男になりそうな余地があったのにな。春日も落ち込んでるし、今日春日なんか元気出るとこ行こうぜ一緒に。ちょもうおい空気読めマジで。ちょそういうテンションじゃねえんだよ今。あ、わかった春日、ちょっと俺のさおすすめのお店あるから行こうぜ。まだあるかな。あれこっちじゃないの、もう一個隣の筋か。いや春日やっぱ刑務所だとあんま肉とか食えなかっただろ。いい店知ってんだよ。あった、いきなりステーキ。いやこれ知らないだろ春日、いろんな意味で話題になった店。いきなりステーキね、見て立ち食い式のステーキ屋、斬新じゃない。ちょ春日ステーキ食ってさ元気出そうぜマジで。いらっしゃいませ。こんにちは。金、あそうだった、金がないんだった春日。3400円しかない。いやちょっと待って、高い、めっちゃ高い。いやこれは無理だ、ちょっと待って、そんなに HP も MP も減ってねえしまだ。いやこれはちょっと春日ごめん、スープで我慢してくれるか今日は。ごめんな、ごめんな春日、ちょっとスープ、あのステーキの匂いをおかずにスープ飲もうぜ今日は。それダクト飯的なことやろうぜ。ごちそうさん。いやごめんなー春日、いやそうだ金ねえんだよ。てかありがとうございました。五徳セブンマジで金がたまらん。ジャッジアイズの感覚で来ると全然金がねえな本当に。いや春日ステーキ食いたかったよなお前。いやでもさやっぱ所持金3000円しかないのにさ1500円とかのステーキ食うのちょっと後先考えてなすすぎじゃない。ちょっとそこまでのことする勇気はなかったな俺、ごめんな。せめて5000円貯まったらあのステーキ食おうな。あーやっぱりボロボロになってる桃源郷。いやここさワンでさダンプ突っ込んでたよな絶対。俺その記憶すごいあるんだけど、マジマの兄さんがダンプで、そっから廃墟だよな。ボロボロか、笑えるぜ。あーこれで吹っ切れるってもんだ。吹っ切れるって何がだよ。ツアーの締めは桃源郷か。お、いいコースだな。免許センターのおっさん。お前さんは必ずここに来ると思ってたよ。待ち伏せしたんだ。あんた、足立。あれ、え、足立っていうの？初めて知った。すげえよな。え、名乗ってたっけ？ネオン眩しいカムロ町にこんなもんが何年も野ざらしなんだぜ。あ、警察手帳見せたから。ここで。何があったんだ。いやその昔ダンプが登場会の構想でここにダンプが突っ込んだんだ。あやっぱりだよな。そっから誰も寄りつかず半グレのアジトに使われたり不気味な奴らが住み着いたりって感じだな。なんか基本廃墟のイメージある。そうかい、桃源郷。なるほど、長かったんだな本当に。18年って時間はよ。春日の実家もなくなっちまったか。お前の記憶にあるカムロ町とはだいぶ違うだろうな。ああそういや中道通りのあれは見たか。あれ、え、何、新カムロ署だよ。カムロ町の出入りを監視する関所みてえにそびえ立ってる。新カムロ署、産経作戦の成果に後押しされて、え、都でずっと塩漬けだった新警察署の建設計画も動いた。あ、こんなんできてんの。今の都知事はとにかく実行力があって人気もある。え、まだ見てない。新カムロ署はその象徴みてえなもんだ。あ、都知事が建てたんだ。もう俺にはどうでもいいよそんなもん。おい春日自暴自棄になるな。俺が今までにお前に話したことで嘘は一つもない。まあ、そうなんだろう。お前の登場会は消えた。今この町を牛耳ってるのは関西から入り込んできた近江連合だ。あやっぱりな、めっちゃいたもんな。どうだ、俺の話を信じるか。いやもしここまで見たら信じるな。あいいタイムだ。え、俺の読みより全然早いな。タイムってなんだよ。お前は自分で見聞きしたことしか信じねえって男だ。俺の口からどう説明されてもな。あ、なるほど。だから結局全てを理解するまでお前は自分の足で歩き続けるしかなかった。そこまで知ってるのか。何でもお見通しみてに言うんだな春日のことを。いやみったらしくタイムまで測りやがって。少なくともお前がここに来るのは当てたろ。マジで足立さん目的何。足立専用なあ、あんたの狙いは何なんだ。結局教えてくれてないよな今まで。捜査に協力してもらいたい。出た捜査。はあ、何の捜査。お前の組長荒川真澄は
警視庁を通じて東条会を潰し、カムロ町に恩義連合を引き込んだ。おただ極道が警視庁に取り入るにはまずでかい金を手土産にしたはずだ。なるほど。いや、その金が警視総監の堀之内十郎にも流れたと見て。あ、出た堀之内さん。あ、警視総監、今警視総監なんだあの人。俺の狙いはその首だ。へえ。堀之内とは因縁の中でな。あ、都知事になったのかと思ったあの人。警視総監か。神奈川県警の一免許センター職員が警視総監をつつきまされ、足立さんは堀之内を狙ってると。だから切り崩すとしたら荒川真澄からだ。はあ、なるほどね。なるほど。それでおやっさんとゆかりのある俺に目をつけた。まあ、荒川真澄がどうやってのし上がったのか、なんで東条会を裏切ったのか、お前は知りたいはずだ。ああ、それで協力してくれると踏んでってことか。カズが、お前が今一番やりたいことは。いや、おやっさんに会いたい。だよな。無所にいる時からずっとそうだったけどよ、とにかく会って話がして。おやっさんに何があったのかだよな。知りたいよな。荒川は今夜近江の幹部らを連れて地方の親分衆とでかい会合を持つことになってる。今夜でかい会合、近江連合と。ね、親睦会といや聞こえはいいが、要は改めて関東一円に睨みを聞かせようって場だ。すごいタイミングだ。荒川にとっちゃ極道の格を問われる大事な場面になる。あ、そんなんがあるんだ。あんたよくそんな情報をつかめたな。な、刑事時代のコネを使ったんだよ。きっちり金も取られたけど。あ、まだそういうコネあるんだ。そうかい。それでその会合ってのはどこで。それが横浜であるのか、もしかして。よくぞ聞いてくれた。おう、え、ここで場面転換。え、どこであんの？横浜に移動か？今から。あ、あれ？カムロ町じゃん。え、カムロ町であんの？マジで？お、近江連合いるー。あ、カムロップいる。誰も集まってねーカムロップのところに。人気ねーカムロップ。見てみろ、あの店。平安楼だ。平安楼？あの店は。あ、もしかして。なんだ、行ったことあんのか？あそこは超高級店だ。えらい高いんだぞ。いや、北京ダック食いに行った店じゃね。いや、でもおやっさんは昔約束してくれたんだ。なあ、あそこで北京ダック食おうって。大晦日の夜に川のおやっさんが俺を呼んでる。結局食べれなかったけど。どうした、呼んでる。場所がここだってこともきっと偶然じゃねえ。カスが、いや、呼んでるわけではないんじゃないか。そうだ。じゃ、思い込み、お前目を覚ませ。地方の親分衆を迎えて飯を食うんだ。おう、ここらで高級店は少ねえ。場所がたまたまここなのはあくまで偶然だ。まあそうだろう、普通に考えて。俺は行くぜ。現場猫のボス。あそこに行きゃおやさんに会えるんだ。よし、待てって。会合は夜になってからだ。あ、もうおやさんに会いに行く。東条会の残党だって近江に面が割れてんだろ。え、荒瀬さんも捕まったら荒川に会うどころじゃねえぞ。荒瀬さんも協力してくれるの。大体正面突破で行くとかバカだろ。ちゃんと店に潜り込む策はあるって。え、すげえ、マジで行くの。策って、おやっさんのとこに。その時が来るまで楽しみにしてろ。策なんだよ。じゃあ夜まで待つだけか。夜結構か。いや、お前だって少しは準備ってもんがいるだろ。一旦別れて夜またここで落ち合おう。わかった。あとこいつ渡しとくぞ。え、何？何くれんの？ん？なんだこれ。あ、スマホ。スマホだよ。見たことくらいあんだろ。え、マジでくれんの？足立さん。どうやって使うんだよこれ。バカ、貸せ、俺がやってやる。普通の携帯より難しいんじゃねえのか。いや、ちょ、これカメラ。え、カメラ使えるやつだよねこれ、足立さん。いや、カメラついてないスマホとかね。慣れろだ。とりあえず俺からの電話に出られればそれでいい。いや、カメラも使えないと困るぞ。これ貸すが。メール受信。写真撮影来た。やった。待望。じゃあいいな。夜になったら劇場前広場のここに来い。ありがとうございます、足立さん。目立つ真似はすんなよ。わかりました。やったぜ。いや、もうずーっと惜しかった。いや、もう普通にさ、もう最初から使えて欲しかったな。おやっさんと写真撮りたかったな。足立さん渡すの遅いよ。マジで。いや、でもよかった。嬉しい。あ、夜になってる。やっと夜になったな。準備済ませて足立さんとこ行くか。いや、てかマジでおやっさんに会いに行くんだ今から。え、すげえな。え、てかちょっと待って、カメラ、カメラは、カメラは、よし。勝ったな。
ちょ、とりあえずさ、カムロ町帰ってきた記念でさ、1枚撮ろうよ、カスゴ。自撮り、お、自撮りもできる。よし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 。ははは、表情変える。その口なんだ、やめろ。腹立つ口やめろ。え、カスガ。カスガの顔面白いな、こうやって見ると。お前、顔濃いなぁ。ラテンの血が混ざってるわ、なんか。あ、フィルターもね。デコレーション。うわ、なにこれ。え、わ、すげえ。ちょ、スノーができる。いらねえ。いや、いる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 。めっちゃいる。おお、なにこれ。え、すげえ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 。ちょ、おやっさんと一緒に撮りたかったなこれ。え、じゃあとりあえずちょっとこのカムロ町のさ、このもうちょっと前か、カムロ町の看板と一緒に撮ろうよ。カスガ自撮りしようぜ。帰ってきました、カムロ町。あ、なんか全部入んねえの。頭でけえな、マジで。ちょ、髪型が髪切れ、マジで。あ、これでいいか、これで表情。あ、表情これでいいか、なんか腹立つ表情で。はい、チーズ。よし、取った。記念すべき1枚目。戻ってきました、カムロ町に。18年ぶりに。あ、いいね。何の感情も宿ってない表情、いいね。やったー、いっぱい撮ろうぜ、カスガ。写真いっぱい撮ろう。